皆さん、サウナラへようこそ。こちらのコンテンツでは、奈良県内の魅力あるサウナ施設をご紹介させていただきます。今回記念すべき第1回目は、こちら、カンデオホテルズ奈良橿原さんです。それでは早速中の方に行ってみましょう。の自慢の展望露天風呂では山田三山や二条山を望む自然豊かな眺望をお楽しみいただきます。朝食は和洋食と豊富なメニューをスタッフが毎日手作りでご提供しております。お客様のご来館を心よりお待ちしております。こちら10階のスカイスパに到着しました。行きます。では、お目当てのこちら、サウナの方に入りたいと思います。いただきます。皆さん、見てください。ちょうどいい、この4人掛け、まあ6人ぐらいは座れそうかなっていう感じのね、この広さ。こちらタイマー、12分タイマーですね。あと気になる温度なんですけれども、今ちょうど95度ぐらいですかね。いや、ちょっと少し厚めの温度かなというふうに思うんですけれども、見てください、このサウナからの眺望。いやー、景色いいっすね。これ服を着た状態での撮影ってなってるんですけども、いや、これ普段より体感暑いです。これだいぶ10分経った。ごちそうさまでした。じゃあちょっと早速水風呂入りたいと思います。整いました。皆さん、サウナラ第1回目いかがでしたでしょうか。リフレッシュしたい方は、また興味を持っていただいた方、こちらカンデオホテルズ奈良橿原さんへお越しください。それでは皆さん、サウナラー。